ご視聴ありがとうございます。竹地恵義です。今回はですね、2021年ベストライブについてお話したいと思います。僕の動画では CD レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在チャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、1月もだいぶ後半となってしまいましたが、2021年の振り返りとしてベストソング、ベストアルバムと動画を作っていて、今回ベストライブについてお話したいと思います。ちなみに2020年はライブ自体があまりできない状況だったので、配信ライブのベストライブという動画になりました。2021年においては1月から3月ぐらいまではあまり状況が良くなかった記憶があり、春あたりからやっと行けるようになり、夏フェスにおいては中止になったりで行けなかったものもありましたが、個人的にはコロナ以前と変わらないぐらいの回数はライブに行けたと思っています。今回2021年に行ったライブを1月から順に上げていき、ベストライブ5選を上げたいと思っています。また最後に配信ライブのベストライブも上げたいと思っていますので、最後までご覧いただけたらと思います。では順番に上げていきます。4月ロットバルトバロン、テンパレー、5月ワニマ、6月クルリ、ビッシュ、ドミコ、7月ナンバーショット、8月フジロック、10月中村佳穂、11月キングヌー、ドミコ、12月ビッシュ、サカナクションとなります。行ったライブに関しては全てライブレポート動画を作っていますので、そちらもご覧いただけたらと思います。それではベストライブを5位から紹介していきます。まず5位はゴーストツアーのテンパレーです。この時に初めてテンパレーを見て、その後にフジロックでも見ることになるんですが、サイケで浮遊感のあるサウンドですごく気持ちが良かった印象があり、もともと好きだからライブに行ったというのはあるんですが、さらにハマるきっかけとなりました。音源はいいけどライブはいまいちというバンドも中にはいると思うんですが、ライブがいいというのはバンドにとってかなり強みだと思っていて、ナンバーガールの初期なんかはライブがすごいと話題になっていたぐらいなので、ライブの良さはすごく重要だと思っています。続いて4位はアダプトツアーのサカナクションです。サカナクションは年末に見たので、当初作っていたランキングには入っていなかったんですが、ランキングを変えざるを得ないという形になりました。ライブ自体は当然いいんですが、今回はオンラインライブの実写版というようなコンセプトで、新しい試みがすごく不思議な感覚だったことを覚えています。そして3位はフジロックでのミレニアムパレードです。ミレパに関してはベストソングとベストアルバムの動画でも挙げたんですが、特にファミリアは圧倒的に好きな曲で、この曲をライブで見ることがフジロックに行く理由の一つだったので見れてよかったし、2021年と言わずこれからも聴き続けると思うし、年末にあった配信ライブも見て動画にこそしていなかったんですが楽しむことができました。 U では中村佳穂さんは参加していなかったので不完全燃焼感はあったんですが、紅白のパフォーマンスで巻き取ったと思っています。そして2位はフジロックでの電気グルーヴです。本来なら電気は2020年にフジロックで復活となるはずだったんですが、1年間伸びてしまうことになり、その間は配信ライブこそありましたが、スマッシュ代表日高さんとの約束を守りフジロックで復活となりました。約束を守るという男気も素敵だし、多くのファンの方が電気の復活を待っていたと思うし、僕も会場で泣きそうになりました。また僕の念願でもあった屋外でテクノを聴くということが最良の形で実現したことはやっぱり嬉しかったです。最後に1位はフジロックでのキングヌーです。トップ3が全てフジロックとなってしまったんですが、2021年はフジロックに3日間行けたことは一番の思い出だし、素晴らしいアクトがたくさんあったと思っています。キングヌーに関しては割と遠目で見ていたんですが、演出も良かったし、ヘッドライナーとして堂々としたステージングだったし、あの状況下においての気合だったり MC も含めて良かったと思っています。フジロックに関しては嫁は配信で見ていて、僕は現場で見ながらお互いにライブについてのやり取りをしていて、遠く離れた場所で同じものを見ているという不思議な感覚があったのもいい思い出でした。と、以上がベストライブ5選となります。余談として見えて良かったというライブもご紹介していくと、ナンバーショットのエルレガーデンで、僕は初めて見たんですが登場シーンは未だに覚えていて、王者の風格といった印象がありめちゃくちゃかっこよかったです。あと中村佳穂さんも見えて良かったし、12月にあった京都のライブも本来なら行くつもりだったのを断念して配信で見たんですが、それも素晴らしかったです。また本来はサカナクションを見ていなかったらロットバルトバロンを5位に入れていて、2021年はロットとテンパレーとドミコは初めてライブを見てさらにハマったバンドだったので、これからもライブに行こうと思っています。そして見たかったというライブは星野源さんで、ライブ自体やっていないのでどうしようもないんですが、そろそろツアーもやってほしいなと思ったりします。あと崎山壮志くんも九州まではライブに来ていないので今年は見れたと思っています。最後にベスト配信ライブというのはサカナクションで、2020年もベスト配信ライブで終わったんですが、もはや別格だし、配信ライブに新しい価値を見出しているバンドは他にいないと思うし、圧倒的な1位だと思っています。
といろいろとベストライブをご紹介しましたが、よかったら皆さんのベストライブを下のコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。2022年は現状はだんだんと厳しくなっているし、夏フェスもできるのかは現時点ではわからないですが、感染状況を考慮しながらライブに行けたらと思っています。今回は2021年ベストライブについてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録が日々の動画作りの励みとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。